しかし黒田官兵衛、竹中半兵衛の働きにより橋場軍に決定的な打撃を与えるには至らなかった。秀吉はまたたく間に大政を立て直し、三木城を制圧、近畿播磨の反乱もことごとく鎮圧した。そして秀吉は毛利の要将備中高松城に攻めかかる。元就は高景と共に上州清水宗春の救援に向かった。毛利を制し天下は信長が握るのか、それとも毛利と橋場、高景と官兵衛の頭脳戦は終盤を迎えていた。 秀吉は一里もの長さの大堤防を築き、高松城を丸々湖に沈めてしまいました。また大掛かりな策できたね。心から檻にかかってきたか。人死にを最小限に抑えたいのです。秀吉もその軍師も。随分黒田官兵衛を買ってるんだね。彼の考えがわかるのかい、高影。彼は待っているのだと思います。 さすがは神兵衛、鉄壁の包囲陣だね。まずは本陣の砦場所を確保しようか。ならば堤防前の砦が適当かと思います。全軍を二手に分けて進ませましょう。一方が砦北側より敵軍を林道方面に誘導し、もう一方が東側より砦に侵入を試みるのです。承知しました、御主。では私は 東側より砦に進みます。そうだね、やろう。 ヘルモトの動きが敵に察知されると砦の奪取は難しくなる。注意してくれ。 毛利の援軍じゃねえ。ああ、上様が追っ払ったら。ここで行ってね。宗春はもう悲壮な覚悟を決めてる頃だ。
早く助けないと、この大事がつかなくなる。打ち取りました。ここで行ってね。やるな。ここまではうまくいきましたね。あれは敵の援軍。急ぎ付近の味方に知らせなくては。我らの動きを敵に知られては困ります。急ぐ追撃しましょう。頭脳労働専門なんだけどね。はい、どうも。砦を本陣にしようかな。守りは照本に任せたよ。総大将だからね。次は南東砦を落とし、外周一帯を確保してしまいましょう。南東砦からなら高松城に援軍を送りやすい。うまくやれば逆に敵を包囲攻撃できるだろう。小舟に乗せて逐次搬送しましょう。小舟なら敵の目につきにくいからね。急いで準備にかかろう。こちらからも援軍に兵を割きます。本陣守備は万全なので心配ありません。これで包囲攻撃作戦の準備は整った。我々も高松城に向かおうか。敵もすぐに我らの動きに気づくはず。急ぎましょう。宗春を死なせてはなりません。あれは毛利軍。大変だよ。後ろから敵が来てるよ。救おうとて無駄なことだ。この絶望的な状況下で何ができる。三氏の教え。朝乗りのバカは何やってたんだ。前線部隊、毛利の進軍を阻め。開門。我が手勢も動かすとしよう。市街地より堤防の外へ橋を架けよう。橋を渡り毛利本陣を探せ。見つけ次第焼き払うのだ。ここで行ってね。さあいよいよ総力戦だ。確実に突破していこう。長く足止めされる強撃の機を逸します。それに宗春の命急ごう。
で行って。西田、大谷両軍は高松城へ進撃。清水宗春に在庫通帳を突きつけよう。開門！これはどうかな？ラケットに持って。奥の手だ。残る後陣の兵は外周の毛利に当たる。これ以上高松城に近づけるな。間に合ったようです。場外の敵を攻撃する攻撃です。ここで一手行きましたね。開門！ここで行ってさあ、秀吉と官兵衛を追い払いに行こうか。全軍で敵本陣を目指そう。本来頭脳労働専門なんだけどね。敵将、討ち取りました。
私こそ天下無双、毛利を支える意志となりましょう。赤影、わっしゃお前が憎ってならんわ。凍結に何、わっしゃお前をめちゃんこ気に入っとるのに、なんで敵として生まれたんじゃ。敵将討ち取ったよ。信長様の援軍を待ち、再起を図るんじゃ。高影、王海、今なら秀吉を討ち取れるかもしれない。いえ、次に相まみえる時、彼らが敵であるとは限りませんから。こたびの戦は勝てたな。次は信長本体。いよいよ織田の総攻撃が。それはありません。申し上げます、羽柴軍突如撤退開始。光秀謀反、信長様が本能寺で。ご運が開けましたな。勘弁。お気持ちはすでに定まっておいででは。毛利は追ってこんのか。それはありません。なぜ。時代が変わるのを見届けるため。小早川高影はそういう男です。すべて織り込み済みっちゅうことか。大返しじゃ。信長様の仇を討つ。時代が動き出すね。はい、これからです。